はい、皆さんこんにちは。まず、本日イベントを開始するにあたり、先立って お詫びを申し上げます。本日、本来川口京子さんのイベントを予定しておりましたが、ご本人の都合により、急遽出演キャンセルとなってしまいました。楽しみにお待ちいただいていただいた方には大変申し訳ございませんでした。ですが、フェイスギターズの、魅力をですね、ぜひ皆さんに、知っていただきたいという一心で、昨日その後、私の親交のある大渡亮さんに、ちょっとお願いできませんかと、オファーしたところ、快く快諾をしていただきましたので、今日はですね、大渡亮さんに、改めてこちらですね、見て聞いて感じるフェイス、名工パトリック・ジェームス・エグルが作り出す UK デザインの実力をお送りさせていただきたいと思います。改めまして、本日司会進行させていただきます、フェイスギターズの輸入代理店を行っています菊谷ミュージックの高橋と申します。本日はよろしくお願いします。はい、あともう一点、本日、YouTube で生配信をさせていただいております。私も含め、りょうさんも、こちらの画面で YouTube で、コメントをいただくとですね、見れるようになっております。ご本人に、頑張れとかコメントとか、もしくは、演奏中とかにですね、聞きたい質問とかもしございましたら、ぜひコメントを入れていただきましたら、拾えたら拾いますので、その辺もぜひよろしくお願いします。それでは今日の、救世主大渡亮さんに登場していただきたいと思います。じゃあ亮さんよろしくお願いします。救世主の大渡亮です。よろしくお願いします。お願いします。高橋君、はい、昨日の今日はさすがに急だよ。そうですよね。ちょっと時間を調節してやってこれましたが、はい、突然のお誘いにちょっと私自身もびっくりしております、はい、ね。まあ、しかしね、ありがとうございます。お世話になってる高橋君のね、いやいやいや、願いであれば、来ないわけがないだろうということでね、やってまいりました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。大渡亮でございます。よろしくお願いします。早速1曲をお願いしたいと思います。まずもう曲なのね。そうですね、はい、了解です。ぜひ、私大渡亮はDo As Infinity というグループをやっておりまして、最近はちょっと、活動がなかなかスローペースになってきておりますが、まだ現役のDo As Infinity でございます。最近はですね、その、まあ、ボーカルのバンさんが、まあ、ボーカルを取られてるわけなんですけど、イベントの時とか、私大渡亮がそのキーを変えて、自分たちの歌を歌ったりすることも最近増えてきました。なのでまずは名刺代わりに、Do As Infinity の曲を1曲お届けしたいと思います。まあね、Do As Infinity って言ったらこの曲だろうって感じの、この曲だろうっていうね、やつをやってみたいと思います。心託してるよ。探すほどの力もなく疲れ果てた人々は永遠の闇に消える。小さいままならきっと今でも見えたかな。僕たちは一
てく少しずつ偽りや嘘をまとい立ちすくむ声もなく私は生きるほどになくしてく少しずつ偽りや嘘をまとい立ちすくむ声もなく僕たちはさまよいながら生きてゆくどこまでも信じてる光求め歩き出す君と今ありがとうございます。ありがとうございます。いや、またちょっと話が先ほどのにちょっと戻ってしまうんですけど、はいはい、本当多分まだ24時間経ったかどうかぐらいなんですよね。その昨日急遽僕から亮さんに電話してお願いします。急だよ高橋君。はい。犬の散歩中だったよ俺。犬の散歩中でした。そうですか、そっかそっか。いや、それででもその後すぐ本当に調整してくれて、オッケーオッケー、高橋君出るよって言っていただいて、もう本当に本当にもう救世主だなと思ったんで、すいません、改めてりょうさんに拍手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ここ池江支部のこのステージは僕ちょうど丸1年前の3月の、ここがオープンしたばかりの時にボスのイベントでこちら出させてもらいまして、もう早いもんでもうあれ1年前なんだと思って、先ほどちょっとねびっくりした次第だったんですよね。はい、うん、この建物がだからもう1年池支部ができて1年ちょっと経ったってことですね。丸1年経ったんだよね、はい、いやしかしもうすごいよねこの池部さんね。すごいですよねこのステージ、うん、あるんですもん毎日ステージあって配信できて、はい、で楽器が売れて、はい、ねえもう一人勝ちじゃない、はい、イケベ一人勝ちですかねイケベさん。そうですよね、すごいよね、ウハウハだよね、はい、これね。そうですよね。1年前りょうさんの時、まあその時も今もコロナ禍っていうのは変わりないんですけど、はいはい、やっぱりそのコロナで結構自粛だったりとかいろんな宣言が出てた時、ここで有観客がこうやってできない時があったんですけど、その時はこの5階のスタジオで配信だけをやって、うんてるんですよ。なるほど、はい、でその配信の会場もまたすごいんですよね、うん、はい、すごい設備もあって、まあ、その YouTube のアーカイブとか見ると他のアーティストさんでそこの会場でやってる映像は見れると思うんで、まあ、もしお時間あれば、はい、もうあれだね、そんなこう設備をこう投資してたらさ、もう楽器をバンバン売らないと元が取れないね。元が取れないですね。ガンガン売らないとね。そうですね。じゃあこの今回ね、はい、僕こう弾かせてもらってるこのフェイスのギターも、はい、ガンガン売れないと困っちゃうね。そうですね。だってあれでしょ、ガガで、これ池部さん、はい、オリジナルカラーのあれなんだよね、アコギなんだよね。そうですね、これとその2本はこの2本、はい、こちらの3本は池部さんでしか売ってないモデルですね、うん、こことあと秋葉原のお店2店舗でしか買えませんというモデルですね、はい、いや俺ちなみにこのフェイスってギター初めてこう弾かせてもらって、はい、存在自体も初めて知ったんですけど、はい、どういうギターになるんでしょうかね。そうですね、うん、はい、
あの、もともとこのブランドはイギリス の、 あの、まあ、さっきここに出てたと思うんですけど、パトリック・ジェームス・エグルっていうあのギター製作者の方が2002年に立ち上げたブランドになります。で、あの、まあ、もともとその完成形を本人はイメージをして、それからその完成に向かってギターの素材を選んだりとか作り方を選んだりとかっていう、いう風な感じで常にこう完璧を求めて作るっていうのを理想としているブランドではあります。はい。で、まあ、ちょっと細かくなるんですが、まあ、本人の中でいくつかこうポリシーというか、ここは譲れないというものを持っていて、その一つが、ソリッドウッドにこだわるというのがあります。ソリッドウッドっていうのは、まあ、日本語で言うと単板という意味で、まあ、1枚の板、くっつけたりとかしないで1枚の板で作ることソリッドっていう木っていうんですけど、まあ、この部分とあとサイドの横の部分とあと後ろの部分ですね、まあ、ここはさすがに木を貼り付けるんですけど、それを全部1枚のソリッドで作るっていうのがまず一つこのフェイスのこだわりのギターになります。大体あれですもんね、この上の響き板のこのスプールースなんていうのは、はい、大体ここでこうね、こう半分に割れてるのを2枚くっつけてっていうのが、そうですね、ブックマッチっていう、はい、じゃあこれ1枚なんだね。1枚ですね。はい。まあ、なんでその1枚と2枚っていうのがあるかっていうと、その単板っていうのは音鳴りがすごく良いんですね。ギター自体木の特性をすごく音に出しやすいので、単板っていうのがあのいい音が出ると一般的には言われています。で、じゃあなんで2枚を使うかっていうと、2枚の板を貼り付けることで強度が増します。なので耐久性が上がるので、特に日本とかみたいに乾燥したりとか梅雨があったりとか、そういう環境の変化があると、合板って言われるその2枚板とかの方がそういうのには強いって言われてるんですが、お隣っていう部分で言うと単板の方が木の鳴りがすごく出るので、まあ、まあ簡単に言うと高級なギターとかにはそういう単板のギターを使われることが多いです。でこれは単板にこだわってます。なるほど、はい、これ全モデル、あ、これはでも単板じゃないね、はい、こっちのはね、そうですね、はい、これはね、ここ辺は全部単板ですね、はい、じゃあその黒いのと茶色いのも単板なんだ。単板ですね。あ、黒いのは短板です。ああ、これでも継ぎ目があるね、はい、魔法が。そうですね、それはちょっ と、また別の処理をすることで、音に良さを出すので、またちょっと違う作りになってます。それぞれなんか仕様が違うみたいだけどね。はい、いいね、なんかね、はい、そうなんです、ちなみにその本来こういうイベントってちょっと話し取れちゃうんですけど、あの、まあ、大体あの事前にこういう話をしますとか、このギターを弾いてくださいとかって、打ち合わせをして、本番を迎えることが多いんですが、まあ、先ほどから繰り返している通り、前日に私亮さんにオファーをしております。救世主ですからね、はい、救世主なんで、あの正直言うと台本とかないんですよ。救世主という名の暇人ですいやいやいや、もうありがとうございます。なので今回はですね、あのもう本当にあの亮さんの率直な意見がすごく多分出てくると思うんですよ。あのなので逆に言うと、いろんなこのギターをですね、まあ、初めて亮さんに試していただく中で、もう忖度とかなしに率直な亮さんの感想が聞ける、かつ、まあ、プロのギタリストがギターを弾き比べるときどんな風に弾いたりとか、どういうところを見るのかなっていうのが多分今日は見れるんじゃないかなと思う。忖度なしって言ったよね今ね。言いましたね。厳しいぞはっきり言うよ、はっきり、はっきりお願いしますそうですね、はい、でもね、あの今俺が弾かしてるこのモデルは、はい、いわゆる一般的な、スプルーストップで、はい、サイドバックがローズウッドの仕様で、はい、今日ここの会場に、まあ、2時間前に着いたんですけど、それぞれ弾かしてもらった中で、やはりこのベーシックな僕が普段よく使ってる材のギターがやっぱ一番音的には馴染みが、馴染みを感じましたね、はい、耳が知っている、はい、サイドバックローズウッドのスプルースのアコースティックギターの音、はい、まあ、まあ言うなればその高音から低音までのバランスがすごく整っているというような、はいはい、イメージを抱いたので、今僕はこの、白いというかこのね、今言ったスプルースサイドバックローズウッドのこれを今使用してるって感じです。はい、生音で弾いててもやっぱり耳が知ってるそのアコースティックギターのサウンドっていう感じですね。はい、
そんな感じがします。はい、うん、ありがとうございます。そうですね、まあ、ローズなのですごく立ち上がりも良くて、うん、はい、バランスのいい音だなと。まあ、基本的にそのローズウッドはすごい硬い木なので、はい、その高温の特性に優れていて、はい、マホガニーとかよりは、高温の伸びが良いとされていて、まあ、だから簡単に言うとすごいきらびやかな音がするサイド、材だと認識しています。はい、やっぱり弾き比べた感じ、その高音の伸びが他のモデルよりは一番顕著に現れてるなっていうふうに感じましたね。はい、うん、はい、そうですね。そしたらせっかくなんで、うん、そのなかなか多分言葉だけだと難しいと思うんで、実際そのそうですね、そこの茶色いやつが、ね、多分これと全くキャラクターが違うので、ね、ちょっとまずこの音をもう一回弾いてみようか。あ、そうですね、はい、いわゆる、うん、もう典型的ないい、うん、バランスの整ったアコースティックギターの音。覚えた覚えた覚えた、この音ね、うん、こういうこういう音です。はい、じゃあそれギターが変わると、そうですね、どれぐらい変わるかっていう、どういう感じかというね。はい、これはね、さっき聞いたところによると、サイドバック、そしてトップの板も全部マホガニーという、木でできております。なので、まあ、よく、ギターを弾く人とかはオールマホガニーなんていうフレーズを使います。オールマホガニー、これチューニング合ってるかな、さっきかあそこ置いてたまま。で、先ほど、こちらが、単板ではないというふうにお伝えしたんですが、このトップのマホガニー素材に、なんていうんですかね、分かりやすく言うと、その無酸素状態の中にこう蒸して、はい、で加熱をして、水分量を調整して、それでこうギターにするっていう加工をしていまして、でそれをすることで10年とか長くこう使っていた時のような音を最初から出せますっていう、いわゆる最近流行りのローステッド製法ですね。はい、僕がよく使ってるレレキギターのネックも、そういうローストされてる、はい、まあ僕のはローステッドメイプルなんですけど、はいはい、最近そういう耐久性と音色を追求してね、そのローストがちょっと流行ってますからね。そうですね、うん、はい、ちょっとこれちょっとね、このプリアンプのつまみがちょっとわからないんですけど、ちょっと今こんな適当な感じで全然違うね。これどうなってんだろう。これが高音か。よりこのね、巻き弦、この今 F 弾いた F 音とかがボーンとすごく出るイメージがあります。さっきの白いギターの方のが、巻き弦、その低音源の減衰が早いのに対して、これはボーンとこうね、迫力あるサスティーンのある低音源を感じますね。うん、ちょっと言い方があれですけど、ちょっとドンシャリ傾向にあるイメージですね。ミッドというよりローと高域の伸びが、先に顕著に感じられるような。これ EQ で変えられるのかな。これがどうやらローだな。こっちがトレブルか。
今ねちょっと、プリアンプのこの意味がちょっと分からなかったですけど、ちゃんとこうコントロールするとバランスのいい音が出ますね、はい、むしろちょっとさっきのやつよりフラットに聞こえるかな。うん、これもこれですごくあのいいと思います、はい、とてもきらびやかな高音が、再生されますね。いろんなタイプの音楽に、合うと思いますね。これも結構好きですね、はい、うん、まあ、ただやはり巻き弦そのこの EQ でコントロールはできるけど、やはり柔らかさが、ありますね、はい、高音にしても低音にしてもさっきのギターよりは柔らかい音なイメージを感じます、はい、うん、ちょっと丸みを帯びたトーンというかね、はい、まあ、マホガニーの特徴の部分ですよね。またなんかこうやって単音で弾いたりするとき、むしろこっちの方がこう味わい深い音が出るような気もしますね。好きですね、そうですね、ちょっとギラッとした、うん、いい音が出てますね。そうですね、はい、うん、はいはい、次も行ってます。そうですね、そしたらこれが今オールマホガニーですけど、トップがこれのスプルースになったバージョンですね、はい、でまたあれを、そうです、はい、先ほどのがオールマホガニーになってます。こちらは、トップがスプルース、一番最初のあのギターと同じですね。でサイドバックがマホガニーですね、まあ、この仕様も結構アコースティックギターではスタンダードな仕様になってます、まあ、いわゆるドレッドノートでいうと D18 のモデルということになりますね、はい、まあ、トリプル O でいうとトリプル O18 になるタイプというかね、マーチンを基準にしちゃいけないのかな分かりやすいですけどね。まあそうですよね、はい、ちょっと大きいねこれは。これまたこれは今度はプリアンプがまた違って、センターにクリックが入っているタイプがついてます。これはちょっと音丸いね。これは何、あこれはトレブルか、あこれミドルか、こうか。またね独特な味わい深い音ですね。さっきとまた違う感じ、はい、むしろこっちの方が柔らかいな。うん、こっちの方がなんか、うん、丸いというかなんつうかな、もうちょっとミッドに寄りながら柔らかいというか、悪く言うとちょっとピエゾ臭い感じが、このプリアンプでは、しますね。さっきの2本の方のが、はい、なんというかマイク取りしたような音に近くて、こっちの方がまあいい意味でも悪い意味でもピエゾっぽい音というか、そんな印象を受けますね、はい、うん、
なんかね、このちょっと詰まった感じがするんですけど、それは多分この全部こう塗りつぶされてるものがすごくトーンに影響してると思います。すごい減衰が早いというか、ちょっとねコンプがかかったような音色、はい、うん、まあ、これはこれでこのギターが持つキャラクターなんだと思いますね、はい、だからこれに慣れてこう音楽を作っていくっていうことももちろん可能だとは思いますけど、はい、よりオープンな響きを求めるんだったらこの黒いやつじゃなくてこの白かこの茶色の方のがあのオープンなサウンドのような気はしますね、うん、はい、忖度ないだろう。忖度ないです本当に。3本喋ってんだから1本ぐらいちゃんとねちょっと酷評もしないといけない、まあ、酷評ったらよくないけどね、うん、それいけないけど、まあそういうことですよ。まあだけどなんか知ってるこういうなんかピエゾサウンドの音ではあります、はい、よくでもこうやってすごく全部塗ってあるギターはもっと高音がギラギラしてるイメージがすごくあるんですけど、はい、そこら辺はなんかねすごく柔らかく仕上がってるような、はい、あの気がします、はい、いいと思いますよ、うん、ありがとうございます。こんなアコースティックギターをこの集中して何本も弾くとこう違いが分かって面白いですね。そうですね、うん、皆さんもどうですかね、違いとか分かりますかね。どうです、配信見てる方とかも、まあ、ギターなんか全部一緒だろうって顔してますけどね皆さんね、うん、そうですかね、うん、みんなそんな顔してますけどね。そうですかね、うん、まあ、逆にあの会場の皆さんとかも、うん、こんなにあの違いをいきなり比べたことをしたことがないんじゃないですか、ね、そうだよね、アコースティックギターっていうのを着目して、確かにね、ちなみにねこの僕はこのフェースギター初めて触りますけど、サイズはこの僕今回弾いてるこの3本そしてここにある2本に関しては全部ギブソンスケールで、のマーチンとかよりは短いスケールになってます。なので、マーチンのモデルで、例えるならばトリプル O のカッターウェイのサウンドになってると思います、はい、ね、トリプル O だね、 OM じゃなくてね、うん、なのでそのなんていうかな、こう大きすぎるギター苦手だよとかっていう方にも安心してこう、持てるサイズだと思いますね。こう弾いた感じ、はい、そのなんていうの、小さいボディだけど小さい音というわけでなく、小さいボディなのにすごくふくよかな大きい音があのして、あのどのギターでもしてます。はい、うん、非常に、うん、いいと思いますね、まあ、あとはねえお値段の方ですよね気になるところはね、奥さん、奥さん、そうですね、あとはもう、はい、お値段のところなんじゃない、ショッピングセンターみたいになってますね、そういう感じの手でやってますけど、はい、そうですね、うん、はい、ここまで来ていくらするんだって話ですよね。ねえ、これ今おいくらで売ってる モデルなの、この今弾いていただいた3品番に関しては、うん、全部税込みで販売価格で20万円はしないです。お、一番亮さんが弾いていたあのそれに関してが、18万円ぐらい、18、はい、で茶色のが16万とかそれぐらいで、16、はい、あ、これ一個一個落ちていくから、これはこれ13万円ぐらい、13万、はい、18、16、13という順にね、高い順に引いてきちゃったわけですね。そういうことになりましたね、しかも18万を一番いいとか言っちゃってるわけですね価格が、ね、安いやつをいいって言いやがれって話ですけどあ、いや違う、いいのか、高いやつをいいって言った方がいいんだよね、まあそれは好みですねそうか、いやだけど本当にねこの18万円高いやつがいいです俺は、はい、いやそれはそれでいいと思う、というか一番俺には合うね、はい、うん、サウンドその広域の伸びが僕の知ってる、はい、そのアコースティックギターの音という意味でね、はい、うん、という感じですね、うん、そうですね、まあ好みももちろんあるんで、もちろんそうだよね、はい、うん、いやでも、うん、この黒いやつもなかなかいいです、はい、はい、じゃあこっちも やってみようか、そうですね、せっかくなんで、うん、はい、でここまでの3品番が先ほどからお伝えした通りその池部楽器さんでしか手に入らないモデルになります。あ、これこの 3色が池部さんで、これに関しては違うところでも売ってるタイプなんだ、はい、そうですね、他の楽器屋さんでも流通はしてますが、ただもともとこのフェイスっていうブランド自体の取り扱い店舗さんは非常に少ないので、まあ、ここに来れば全部試せますと
いうのが一番わかりやすいですかね。これもね、さっきの黒いタイプと同じプリアンプがついてますね。センタークリックがついてる EQ、 まあフィッシュマンのプリアンプですけど、はい、なるほど。うん、これもそうですね、やっぱり色が塗ってる分少しだけこのなんていうかな、オープンというよりはそのコンプがかかったような、はい、でもさ、黒いやつよりはその減衰が長い、サスティンが長いような印象を受けます、はい、そうだね、ちょっとこのなんていうかな、プリアンプの方でトレブルをちょっとだけちょい上げしたい感じかな、今俺が聞こえてるモニターの感じだと、うん、そうだね、デフォルトよりちょっと上げた方のが気持ちいい、高音を感じると思います。そういうの弾きたくなるような音色かな、はい、うん、さっきよりも低音もなんかね、こう止まらない感じがします、はい、うん、だからやっぱりギターは音色じゃなくて、そのなんていうかな、仕様なんじゃないですかね、はい、全部塗ってるそういうちょっとタイトな音像というのをこう選択するか、もうちょっとオープンに寄ってるサウンドをこう手に入れるかっていう、はい、そういうところなんだと思います、はい、ね、ちなみにこれちょっと特殊な木なんだよね。これはですね、うん、まあ、表記で言うとトレンベシっていう木になるんですが、トレンベシ、はい、まあ、別の名をモンキーポットっていうんですよ。サッカー選手みたいな名前だな、トレンベシなんて言ってな、はい、モンキーポット、モンキーポット、で、まあ、皆さんテレビの CM でおなじみのこの木なんの木って見たことあると思うんですけど、あの木がモンキーポットっていうんですけど、そういうことです。こんな感じだよね。そんな感じですね。そうね、はい、モンキーポット、この木なんの木、そうですね、はい、この木なんの木、気になる木、見たこともない木ですから、あーあーあーじゃあーあーなるでしょう。大丈夫？これ権利大丈夫ですか？これで、ね、皆さん見たことありますね、うん、はい、見たことない木じゃなくなりましたね、これでね、見たこともない木ですから、はい、ね、変わった感じのブックマッチ、まあ、ブックマッチっていうのはその2枚の板をこう左右にパカって割った状態をこう継ぎ合わせてる状態なんですけど、ね、この初めて弾きました。これはサイドバックもトレンベシ、トレンベシ、うん、なんか、うん、耳なじみのいいピエゾサウンドっていう感じで、黒いやつよりは高音の抜けはいいかな。これもでも若干プリアンプでトレブルを一時方向に一目盛りぐらい倒してます、はい、うんうん、やっぱちょっとね、高域を足した方のが、それをデフォルトにした方のが音楽しやすいような気がしますね。いきます？はい、そうですね、最後この青いやつですね、青いやつ、はい、はい、いや楽しいね、こんないっぱい弾き比べられて、はい、これはブルームーンっていう
モデルになりますね。ブルームーン、はい、という木ですか。商品名ですね。あ、なるほど、はい、モデル名があるわけですね。モデル名ですね。ブルームーン、はい、なんか美しい感じじゃないですか、はいはい、色の通りというか。さっきとすごく近いけど、こっちのがもうちょっと硬質な印象ですね。硬質というか、ブルームーンどっち使うっつったらこっちを使う感じです、はい、これはまた木が違うんだよね。はい、これはマンゴーですね。マンゴーの木、はい、マンゴーの木でギター作るんだ、はい、サイドバックとトップ全部マンゴーの木マンゴーです。で、はい、ネックはこれは何なんだろうか。ネックはマホガニですかね。マホなんだ、はい。マンゴーってギター作るんだ。ウクレレとかにはよく使われるんですけど、はい、そうなんだ。なんかね、こっちの方が広域が明るい、さっきのやつより。こっちよりね。このマンゴーとこのサッカー選手は値段が12万なんだよね。それぐらいですね、まあ、はい、一番そのなんていうのか、低価格帯になる、今日ある中ではそうですね、うん、なるほど、はい、いやー、これ12万のクオリティとは思えないね。でこのマンゴーの木も結構その硬いのと柔らかいのと結構こうあるんですよ、硬い差が、うん、でこのフェイスに関してはマンゴーは割と硬い方の木を選んで使ってます、はい、サウンド面がやっぱりフェイス的には硬い方の方が音がいいっていう判断で固めを選んで。ああ、そうなんだ。身元って木もこうギター材に使えたりして、すごい木だね、はい、マンゴーはね。すごい木ですね、はい、いやー、なんかね、見た目も綺麗だし、こう、はい、ね、ちょっと一昔前のオベーションのギターみたいなね、美しさがありますよね。いや、これはなかなかおすすめできると思いますね。マンゴーは結構その今日もこのギター2本に関しては後ろに複数本実は展示してあるんですけど、木の目が1本1本結構違うんですよ、うん、なので今日はこれ以外にあと2本、合計3本あるんですけど、見ていただくと木目が全然違うので。あ、なるほどね、はい、木の木目で選ぶっていうこともできますね。このレスポールみたいなね。そうですね、うん、はい、そういう選び方もあるよね、はい、あ、出会っちゃったみたいなね、うん、ありますね。この子はもう世界に一本だから買うしかないみたいな、はい、うん、出会いが、うん、確かに、はい、うん、なるほど、はい、そうですね。ということで今日5本今ありますけど、はい、全部試していただいて、うん、じゃあこの中でりょうさんがいいなと思った、まあ、最初のうん、あのギター18万のギターではなくて、うん、別の4本の中からまたこれっていうのを選んでいただいて、いや、じゃあ16番のやつだ、ま、16番そりゃそうなるわなこれだよね、こうなりますね。お、はい、じゃあちょっとこれでまたぜひもう1曲、あ、なるほど、はい、はい、ちょっと、自分の名刺代わり的な、あ、ちょっとね、これがあったらいい、
ね、18万円からこう16万にこう値下げした感じでねお届けしようかと思いますけど、まあ、だから2万円分値引きした感じの、熱量でいいってことですよね。そうですかね。高橋君を困らせる。値引きとはまたちょっと違うというか。楽しいね。困らせるの楽しいね。さすがです。OK。つまみが、これはどこに効いてるんだ、さっぱりわかんねえな。ここが変わったな。ちょっとギブアップ、ちょっとわからないこれ、ちょっと仕様が知りたい。ちょっとね、処理処理なんだよね、なんかつまみクリックもないし、なんか違うギターでやろう。あ、これのトレブルとあれだよ、ね、うん、全然わからない。じゃあこれだ。そのね、違うんだ、それあのクリックが入ってなくてプリアンプのあれがわからない。じゃあさらにお値引きした形でお届けします。知らないけど僕は負け犬だったんだ。近くにあるのに見えなくていつも迷っていたんだ。よがりの嘘を並べて誰も入れないように鍵をかけて閉ざされた暗い部屋の中で自分さえ見つけられなくなっていた。そうわかってた。こんなんじゃ何もできないよ。君は好きですか、あなたのことを誇りかぶっているよ。鮮やかな花窓を開けてみんなよ、冬の匂いがするんだ。見たことないようなときめきが君を待っているんだよ。そんなありふれた作り物の花じゃいつまでたっても香らないんだ。安物のプライドにしがみついたって何の結果も残せないのさ。そうこれからは秘密な自分だっていいじゃん。君は好きですか、あなたのことを誇りかぶっているよ。鮮やかな花君が見えないよ。どこにいるんですか、それが枯れてしまうよ。鮮やかな花、鮮やかな花、鮮やかな花。
鮮やかな花。Thank you。 ありがとうございます。どうですかね、さっきのとこれとで皆さん音のギターの違いとか分かりましたか？あんま分かんなかったね。うそうそ、分かんなかったですかね。ね、まあだけどあのやっぱなんかね、今もう一回これを弾いてみて、こうやってすぐ音楽ができるぐらいバランスは整ってると感じました。はい、うん、ありがとうございます。はい、はい、ではですね、まあ、今日はせっかく有観客なので、はいはい、まあ、ちょっと会場を巻き込みたいなと思うんですけど、はいはい、まあ、今いろいろちょっとギター弾いていただいた中でなんかこう聞いてみたいこととか、まあ、もちろんフェイスについてもそうですし、まあ、普段のギターの選び方だったりとか何かそういうのでリョウさんにぜひ聞いてみたいことがあればぜひ質問していただければと思うんですが、何かありますでしょうか？ぜひぜひ。特にないみたいですね。特にないですかね。うん、大丈夫ですかね。特にないと皆さん早く終わっちゃうんですけどね。何でもいいんですけど、コメントでの質問も今のところは来てないですね。本当ですか？はい。じゃあ僕から何か質問しようかな。というか多分その僕今ちょっと歌聞きながら質問考えてたんですけど、自分でも。なんかもう答えを持っちゃった感じですね。もしこの中でりょうさん今日好きに持って帰っていいですよって言ったら何を選びます？うん、これです。ですよね。これ持って帰りますよ。はい、そうですよね。これは一応バランス取れてていいよ。言う前から持っちゃってたんで、もう答えが出ちゃったなと思って。そうね。非常になんかね、はい、もう明日からすぐレコーディングでも、はい、ライブでも使える感じがします、ね。ああ、じゃあそこの話で僕からちょっと質問をちょっと広げさせてもらうんですけど、はいはい、このリオさんのにとってこのバランスが取れてるこのモデル。はい、に関して普段のりょうさんこれからじゃあもし持って帰って使うとした時に、まあもちろん自分で歌いながらの弾き語りのアプローチもあると思うし、アコースティックのソロのパートを弾くっていうこともあると思うんですけど、どっちに使いそうな感じですか？そうだな、どっちかなっていうか、もうこのギターから相当時間が経ってますから、はい、ねえ、ちょっと今一度ちょっと音出してみますけど、はい、お、なんかさっきと印象違うぞ。どういうことだ？やっぱいろいろ試したんで耳が変わったんですよ。耳変わったね。はい、なんかねちょっとローが寂しい感じがする今だと。こっちの方が多分ローが出てたんですよね。出てたと思いますね、はい、うん、非常にあっちのセッティング変わってなくて非常にそれを感じるということはローが寂しい。バランスいいね、これがね、はい、うん、そうだ、やっぱソロギターを取ってみたいかな。うん、こういうやつ、なんかね、やっぱね、ピエゾっぽくないんだよね。ペリペリしてないというか、弾いた感じがね。ちなみにこれ、そういえばそのさっきもお伝えを追記しようと思ったんですけど、うん、はい、これパーカッションスタイルっていうやつなんですよね、はいはいはい、で、これだけピックアップの配置がちょっと違っていて、うん、ブリッジの下にあって、で、その、まあちょっとそのパーカッションな、例えばこうボディを叩いたりとか、うん、あとちょっとスラップで弦を弾いたりとか、そういうのの時の拾いを強くするためのピックアップバランスをマイクを搭載しているので、それもきっと影響はあるんだと思います。こういうことだ。そういうことですね。これ難しいよね。難しいね。即興です。
いい感じです。そうなんだ、こうやって叩くたびにそうやってコンタクトマイクがついてるってこと？まあ、それに特化したというか、それに拾いやすい位置にあのマイクをつけてあるので、はい、あ、うん、音がすごい出ますよね。これやればよかったね。あ、難しい。今できてる。できてないね。もう一回やろう。難しいな。なんか何の曲やるか大体僕は今予想がつきましたね。何の曲ですか？え？クイーンじゃないんですかね。そうなんだけど。ね、まあ、みんな知ってるかなと思って。なるほどね。はい。でもあれだね、あんまりこのボンボやってるとちょっと怖いよね、なんかね、うん、ギター的にはね。まあそのある程度はね、それを見越して作ってると思うんで耐久性もあると思うんですが、はい。まあでもなんか指輪つけて叩いたりとかしちゃうとね、ちょっとやっぱり傷ついたりしますからね。あの、はい、宮城さんとかもやっぱギターいっぱいストックして持っていくっていうもんね、はい、やっぱライブでこうやってバシバシやってると、まあ、割れちゃうんだって、やっぱここら辺が、うん、はい。まあ薄い板ですからね、言っても。 そうだよね、はい。さあどうですかね、何かこう、あ、聞きたいとかありますか？あ、じゃあ後ろの方どうぞ。エレキギターとアコースティックギターの弾き方で意識して変えてるところはありますか？ああ、なるほど。 ありがたい質問ですね。まあピックを、使って弾く際に、まあ、僕の場合はですけど、アコースティックギターを弾くときに、いわゆるあの典型的なティアドロップ、あのエレキギターで使うようなティアドロップはあまり使わないかもしれません。あのこのおにぎり型のピックを使うことが僕は多いですね。これはあのね、クレイトンっていうところのメーカーのピックなんですけど、これがなんかね、これの、厚さ違いを何枚か持っていて、まあ、レコーディングだったりライブだったりで使い分けるんですけど、大体でもライブはこの 0.80mm ってやつをライブでは使います。でレコーディングでなんか 0.72 っていうのをよく使うことがあります。それはなんかやっぱサウンドが違うんですよね。このピックが薄い分だけ少しシャリッとした音があの出て、あのレコーディングの時とかはそれがいいケースもありますね、うん。ただライブの場合はなんかいろんなタイプの曲だったりいろんなキーの曲をやるので、もう少しその強度がある方のが少しあの安定感が出るというか、まあ、あとは弾き方がやっぱりアコースティックギターはこの、あのエレキギターより音の減衰が早いので、こう強いこう圧でギチギチ弾いてるとやっぱりそのギチギチした音になってしまうっていうことはやっぱ気にはしてます。うん、こう弾いたあと余韻を感じながら弾くような、ことを考えたりはします。バランスいいわ、弾いてて、はい、安定感がありますね、はい、うん。一応今 の配信の方向けに質問の内容だったんですけど、はい、エレキギターとアコースティックギターを弾き比べる時の、気をつけていることは何ですか、うん、というのの今質問の答えでございました。はい、はい、あ、そうか、あの今の方の音が入ってなかったということですね。はい、ということで他に何かありますでしょうか。あ、じゃあ、あのお子さんか、はい、どうぞ。ギター以外にもなんか自分が好きで弾けるなんか楽器ってありますか？ギター以外、そう、あとね、今すごくね、ボーイが僕にとってもいい質問をしてくれて、はい、ありがとうね。ギター以外に、演奏できる楽器はあるのか、はい、ということですね、
そうだな、強いて言えば犬の散歩かな。うん、犬の散歩を奏でますって言っても分かんないな。うん、てか誰も分からないと思います。元に戻ります。はい、ね、時を戻そう。そうですね、ドラムを叩くことが僕は好きです。あのドラムを叩く人ほどうまくは叩けないんだけれど、自分で叩いたドラムが CD になってたりもします。まあ、だからドラムを叩くことができます。わかった、わかる、うん、ドラムってわかる、うん、そう、ドラムを叩く、おじさんはドラムを叩くことができるんだぞ。うん、なんかすごい空気になってきちゃいましたけど、まあ ね、 ね、しょうがないよねこれはね、はい、こればっか高橋くんのせいだよね。僕ですか、うん、そうです ね、 ですね、今いいちょっと返しができなかったですけど、犬の散歩はやっぱ毎日やるんですか。犬、それはそうです。そうですよね、高橋くんが毎日こう菊谷ミュージックまで歩いて会社に行くように、はい、うん、ルーティンとして犬もやっぱ自分 の、 この出勤するところを 毎日行くわけです。そうです ね、 ね、はい、そうです、リズムを刻んで散歩するわけですね。そうですよ、はい、うん、まあ、その犬の散歩中に歌詞を書いたりとかですね、はい、曲のアレンジのことを考えたりとか、はい、そういうことが私の日常でございます。じゃ、大事な大事な仕事ですね。そういうことです、はいはい、いやいや、いい質問ありがとうございました。他に何かありますでしょうか、質問。もうないでしょうね、絞り出してる感じだからね今ね。そうですね、いやでもすごいいい質問でした ね、 ね、本当だね、うん、はい、じゃあ僕楽器を演奏するのかな。ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけ。何をやるの？打楽器？打楽器、ドラム。あ、そうなんだ。あ、じゃあ今度次さ、あのセッションしよう。すごいですね、ね、ここ貸してもらって、ここ池渋でやろうよ、はい、ね、将来のもしかしたら天才ドラマ、今からできるかもしれないですよ、ね、今からツバつけといた方がいいなこれな。いいかもしれないですね、最近の子たちうまいからね。そうですね、だってほら、あのさんま、あっぱれさんま大先生のさ、はい、あ、じゃなかったな、スーパーからくりテレビ、そう、からくりテレビのさ、はい、あのほら、はい、いるじゃない、山岸龍之介くんですか。そう、龍之介くんとか、はいはい、ね、テレビで見ててこのちっちゃい子がギター弾いてるのもうめえなと思ったけど、はい、うん、すごいじゃん、もう今やね、もう今23ぐらいになってますから。あ、まだ23歳なんだ。そうですね、うわ、未来がたくさん、はい、そうですね、素晴らしき未来がね、はい、だそんなケースがありますからね、はい、ねえ、ねえ、よろしくね、おじさんのこと使ってください、お願いします、ね、今日の明日で来れる僕を使ってくださいな、ね、うん、いい、はい、いいアピールポイントですね今のね、はい、ね、使ってもらうことでしょう。あの一個ちょっと、はい、メッセージでコメントいただいてますんで、これをちょっと拾って最後にしたいと思います、はい、ギターを選ぶ際に今ハマっている音楽のジャンルによって先ほどどのように耳が変わっていいなって思うギターは変わるのでしょうか。ああ、なるほど、いい質問です、うんうんうん、ふみかさんありがとうございます。あ、ふみかさんじゃないですか、ありがとうございます。聞いたことありますね、はい、ねえ、そうですね、まあ長くギター弾いてたり、まあロックだったり、まあ、うん、R&B、ソウル、ファンク、まあレゲエだったり、まあいろいろ好んで聞いてきましたけど、やっぱり俺はロックっていうか、このガシガシやりてんだみたいな時は、あんまりその利便性のいいギターとかは選ばなかったというふうに記憶してます。なので1個の音しか出なくていいみたいな、まあ、1個の音というか、はい、得意な音が出るギターをやっぱり 選んでいたことが多いです、まあ、ただしそのこういうジャンルの音楽も演奏したいな、こういうジャンルの音楽も演奏したいなっていうふうに、ワンステージでいろんなジャンルの音楽のタイプを演奏する場合は、やはりそのプレイアビリティが何というかな、こう多岐にわたるモデルをやっぱり選ぶことが多いと、
まだ近年はやはりそのワンステージの中でいろんなタイプの音楽をやることが増えてきましたので、はい、よりその便利なストラトキャスターとかをやっぱ選ぶことが多いですね、うん、エレキギターですね、はい、それまでは例えばギブソン系のレスポールを使うことが多かったですけど、やはり最近はストラトキャスターの方がこの自分を表現しやすくなってきているというか、まあその時代やこの自分が好む音楽のタイプによってこの選ぶギターは変わってきているような気がしますね。わかりました、ありがとうございます。いい質問でしたねこれね。本当ですね、はい、うん、的確な、うん、はい、ありがとうございます。じゃあすいません、ちょっとあの予定時間も結構実は越しているのでですね、なるほど、はい、質問事項は最後にしたいと思うんですが、あの個人的にりょうさんの方で何か宣伝とか告知とかもしあればぜひ。 あるな。4月の24日に、荻窪のルースターというところでセッションライブを行う予定です。あのよかったら、まあ、それはあのアコースティックギターは弾かずにあのエレキギターを弾く感じですけれど、はい、少ないメンバー、まあ、トリオ編成で歌ったりギター弾いたりするセッションライブですので、よかったら荻窪ルースターの方にいらしてみてください。あとはまだなんか結構出るんだよな、6月、うん、まあとりあえずそんな感じです。まあ、もう記憶にないです、もう他は詳細はじゃあ亮さんとのツイッターなどを見れば、ツイッター見てくださいね、フォローしていただければね、はい、はい、ということです。わかりました。じゃあすいません、長々と試していただいたんですが、はい、まあ、せっかく最後持ってるんで、はい、最後にじゃあもう一曲お願いして、はいはい、終わりにさせていただこうかな。これセッションライブでもよく僕取り上げてやる曲なんですけど、足元に今ルーパーが入ってまして、そのルーパー使ってこの、まあ、アコースティックギターでもやってみようかなって感じです。ちょっとやってみようかな。2、3、4、puppet on a string, 'cause I don't have to do my thing. Don't talk to me as if you think I'm down. Wanna know when you're gonna come soon. I don't wanna wait in vain for your love.I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. 'Cause it's somebody's here, I'm still waiting there. When that is here, I'm still waiting there.
knocking on your door, and I still can't knock some more. Ooh girl, if it's really true, I wanna know now, for I do not some. In life I know there's a lot of grief, but your mom is my relief. Tears in my eyes bow, tears in my eyes bow, while I'm waiting for my town. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. はい、じゃあ本日の救世主、はい、大渡りりょうさんに最後もう一回大きな拍手をお願いします。どうもありがとうございました。本当ね、あの5本弾いてみましたけど、もうコスパは最強だと感じました。今、まあ、僕がこういうふうに使ったように、あのすぐ音楽をすることができると思いますので、この機会にね、この池部渋谷店に、来て、このフェイスというアコースティックギター弾いてみてください。今日はどうもお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ皆さん長々とご覧いただきましてありがとうございました。じゃあ以上をもちまして、大渡りりょうさんによる、フェイスギターズのイベントを終了させていただきたいと思います。この後もあの明日、17日までですね、こちらで、フェイスのこのギター以外にもいろんなモデルが展示してございますので、まあ、もし今日聞いてちょっと興味があるなと思ったら、ぜひ気軽にちょっと触れてみていただければと思います。ちなみに、明日のポップアップまでに、こちらでご購入をいただいた場合、こちらのですね、まあ、イギリスつながりですが、ユニオンジャックの、ストラップをプレゼントさせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。YouTube を配信の見ていただいた方もありがとうございました。終了いたします。